さあそれではそのゲーム振り返ることにいたしましょう。先発ウルフ2回の表でした。1回はヒット打たれながら0点だったんですが、二塁三塁から長谷川ファーストゴロの間にまず1点、高谷ライトにタイムリーヒットで2点目、さらに今日大活躍の松田のライト前、この4点というのはあっという間の出来事だったですもんね。そうですね、一方大泊が先発、2回の裏稲葉ファーストライナー、この辺りは突きがありません。そしてこのハーフスイング陽大館空振り三振、なかなか点が取れませんでした。3回の裏ヒットも出なかったんですが、鶴岡がセンター前にチーム初安打を放ちます。しかし田中健介はファーストゴロ。そうこうしているうちに中盤に入って5回の表、ツーアウト一塁二塁、6番の小久保のタイムリー、ここもツーアウトからの連打、これで5点目。これでもかなり苦しくなりましたファイターズです。5回の裏ランナーを置いて小屋の右中間に持っていきました。小屋のらしい当たり、これが間を抜けてスリーベースになりました。ようやく1点を返します。さらにバッティング好調の鶴岡が今度は三遊間を破りました。タイムリーヒットで5対2、これでちょっとこうムード良くなったファイターズです。しかも6回途中ランナーを背負ってから矢貫をマウンドに上げました。ウルフから矢貫、ここで松田をサードゴロに打ち取ります。そして7回も矢貫続投、ランナー出すんですけど福田、この牽制球タッチアウト。そして内川をピッチャーゴロ、まあ、この辺りは矢貫がちょっとこういい雰囲気を作りましたね。そうですね、小久保も三振でちょっとどうだという雰囲気は出ました。そして7回の裏ホフパワーライトスタンドに代打ホームラン第6号、これで5対3。この辺りで本当今日雰囲気はよしこっからという感じにはなりました。流れでしたね、うん、ただ8回の表にちょっとこう誤算と言いましょうか、落とし穴がありました。坂木場に変わったんですが、ランナー二塁で高谷のライト線のツーベース、これもうまく打たれました。そして松田ライトへのタイムリーヒット、これで7点目。さらに福田もライトにタイムリーヒットを挟んで、これでフォアボール挟んで4連打、8対3、また5点差がつきました。そしてピッチャー岡島に代わった8回の裏ワンアウト三塁、中田空振り三振、さらに稲葉ジャンプは出ましたが稲葉セカンドゴロに打ち取られます。これもうまい守備証でした。最後の反撃9回の裏ツーアウト一塁二塁、ロメロピッチャー変わっていましたが、田中健介のライトへのタイムリーヒット、これで1点返して8対4。さらに最後森福ピッチャー変わりまして杉谷、このゴンズバリのファーストゴロ、これがエラーを誘います。これでもう1点返して8対5、3点差、ちょっとわからなくなりましたが、最後糸井空振りの三振で試合終了、8対5。ホークス戦1勝も挙げることができませんでしたファイターズです。